はい、ですね、こんにちは。今回話すのはですね、今までじゃねえな、他の再生リストでやってた幸福論の話の続きです。で、いろんなこう幸せってあるけども、他の本を見てみて、その幸福論、幸せって何でしょうねっていうのを見ていこうという回です。大体半年ぐらい前に始めますっつってね、その続きなんですけども、今回見ていくのはね、福田恒治さんの私の幸福論というもんですね。実際は、書籍を買ってみた方がいいんですけど、適当に要約するというか、適当に本当に、見ていくというものでございます。で、第1回というか、今回は何をするかというと、美酒についてということですね。最初は、前書きのところをちょっと見ていこうと思うんですけど、何言ってるかっていうと、人間って理想がないっていうか、平等であることであると。平等なことね。だけども、じゃあ現実はっていうと、常ながら不平等。全部がうまくいくっていうことはないわけですよね。不公平なこともあれば、あるし、ね。この現実ってなかなか変えられるものではないと。一日で変わるものじゃないですよね。何年かこう、段階をかけて変えていくものであると。だからすぐに変わるもんじゃないんだけど、ここで文句ばかり言っていても始まることではないと。男女平等の話なんてのはもう1970、60年代、70年代、いやもっと前からあるんだけども、2020年、21年になってもまだ解決はしていないわけですよね。そういうところから今問題がこう浮き彫りになっている最中という感じでございます。どうやったら治るかっていうと、じゃあ政府とかが規制を作るかとか法律を変えるかっていう、そういう生活の外側を変えても変わらないんですよ。幸福にはなれないわけです。自分の内面ですよね。そこから変えていかないと幸せにはなれないんですと。ということで、今回は触れたくない問題に触れていくんだけども、そういったところに実はヒントがあったりするんじゃないか。そんな感じで、話が始まっていきます。で、最初取り上げるのは美酒なんですよね。美しさ、醜さについて。っていうこと。ここね。で、まず一番最初に、言わなきゃいけないことっていうのは、やっぱり醜い容姿だと不利益っていうのは現実に存在します。見た目が綺麗な人はいい思いをすることもあるし、逆に見た目が良くないと、やっぱりそれなりに、嫌な目にあったりすることもあるわけですよね。醜い容姿だと浮気されてしまうことも、あるでしょうと。しかしね、理想論としては何かっていうと、人々は内面で評価されるべきだというふうにしています。だから理想は内面で評価しましょう。なんだけど、現実的にはやっぱり、内面で判断しちゃうと。そういうのはあると。で、ここに対してなんですけど、美しさとか醜さっていう評価するのも、これ残酷な話ではあるんですよ。それは生まれついての要素であったりするから。見た目に関しては特にね。なんですけど、じゃあさ、そうしている気持ちを隠して、いや、内面で評価するべきだろうってずっと言い続けるとか、そういうふりをするとか、それを人に、ある意味強制するとか、そういうことはもっと残酷なわけで。ここは一つ大きな問題ですよね。で、そうですね。ここで一つ言わなきゃいけないことが、人格が本人次第でもし何とかなるのであれば、一瞬も本人次第で何とかなるんじゃないのっていうのがあります。なんで内面で評価するべきかっていうと、じゃあ生まれつきこう醜い性格の人がいたとしましょうよ。生まれついた環境とかね、周りのせいとかでね、だから周りがすごい悪口を言う人たちばっかりやったから自分もそうなっちゃったと。そんな風に、そんな人たちが、そんな環境で育ってしまったと。だけども、大人になるにつれて、それを直そうと思って、ね、優しい性格になると努めたと。悪口で言わないようにしたとかね。優しくしていると思われる人の真似をしてみたとか、そういうふうにして変えることができるんじゃないのと。だから、内面っていうのは変えるもんだから、そこで評価しようよと。
逆に美しさってものは生まれついてのものなんだから、そこで評価してもしょうがないじゃんって。どんだけ性格悪くてもさ、綺麗な人は綺麗なんだよと。で、どんだけ、まあ、性格が良くても優しい人でも醜い人は醜いんだっていうふうに考えると、確かに内面で評価したくなる気持ちもわかるんだけども、そういう考え方もあるんだけども、でも美しさ、醜さっていうのもさ、実は変えられるんじゃないのっていうのがあるんですよね。反対に、もし人、あの美醜がね、美しさ、醜さっていうのが、そんなどうしようもできねえよと。人格の、美しさがね、どうしても変えることができないんだよ。だったら、人格はそんなもんでしょっていうのは、一つありますよね。っていう感じで。まあ、言ってみたら、一つ言ってみたら、まあ、顔が美しくない、あ、美しい女性っていうのはさ、なんで美しいかって言ったらさ、それは生まれついての顔だけじゃなくて、表情とかもあるわけですよね。優しい感じのこう生活をしてればさ、それなりにいつもの、表情も優しくなるわけで、そういったところも入ってくるわけですよ。だから、あんまりマイナスに考えなくていいと思うっていう考えはできると思うんですよね。ある程度ね。で、それでこう言ってみると、ここにつながる。醜いと損をするっていうより、損をするっていう現実から目をそらしてはいけないということなんですね。醜いと損をすると思ったら、まあ、より醜くなるという考え方もあるにはあるでしょうね。他に言うと、例えば、じゃあ美人がすんごいチヤホヤされてますと。まあ、あんまりこう見てて気持ちのいいもんじゃないとは言える。だけど、だからといって、醜くない自分はね、同じ待遇を受けるのかというと、受けられるのはせん。チヤホヤされている人ほどね。じゃあそれ損なのって言ったらさ、損ではないじゃない。美人がチヤホヤされてたらプラスのことなんですよ。プラスね。で、そうでもない人って、まあ、プラスマイナスゼロとかさ、そんな感じであって、特に美しくもない自分が美しい人と同じような待遇を受けたいと思うこと自体が、まずちょっとおかしい話なわけですよ。だからさ、まあ、美人はまあプラスで、自分はまあプラスマイナスなしぐらいの気持ちでいいんじゃないですか。っていうので、あんま損するって考えない、なんだろうね。醜いと損をしてるわけじゃないよね。で、これは他の物事もそうですと。他の人がいい思いをしてるからといって、自分も、自分がそれがないと。他の人がいい思いをしてて、自分はそれがないから悲しいっていうのは、これはね、いい、幸せになる考え方じゃないですよね。ないものねだりですからね。じゃあ、その損をする現実から目をそらさないっていうところに行くんですけど、この現実を直視しましょうと。じゃあ、どうすればいいの？あ、そういうことじゃないと。相性って。見方を変えればいいとこなんじゃないのって考えればいいんじゃないのって。そうじゃないと。短所は短所と受け止めて、のびのびといきましょうってことなんですね。そうやって素直で生きていれば、いつか他の長所っていうのが形作られていくでしょうよと。あんまりこだわらないってことですよ。下手に弱点を長所にかこう捉えようとするとか、弱点を克服する、無理やり克服しようとするっていうことは、同じ弱点を持つ人に不快を与えするんですよ。例えば、自分が、まあ、勉強できなかったんだけど、学力は低かったんだけど、頑張ってなんとか、学力を上げましたっていう人がいたとしましょう。だから、同じように学力が低いんだけど、低いままでいた人に対して、お前は努力不足だとか言うわけですよ。言っちゃうわけよ。自分は努力して何とか克服したからさ。で、同じように、昔の自分と同じように克服できていない人が目の前にいたら、やっぱり嫌でしょ。それで、被害者面してたらさ、やっぱ嫌な気持ちになるでしょ。っていうので、不寛容になったりするんで、あんまり考えすぎちゃいけないと。執着しないと。で、生まれつきどうしようもない差があるっていうのは事実です。で、これは一日では治りません。ということで、弱点についてこだわらない気持ちが幸せには必要なんです。まあ、あともう一個言うと、美人だってさ、その美しさって寄りかかって生きてると、いずれその美を失った時に、表面上の美しさっていつかなくなっちゃいますからね。その時に苦しんでしまうと。だから、美しさも絶対的な幸福じゃないよって。20歳の時にすんごい美しい人がいたとしても、まあ50歳だったらさ、アイドル的な美しさってなくなっちゃうわけですよ、基本的には。その時には困ることもあるんだからさ。ね、何が幸せかってわからんもんですよ。ということで、なんかね、ぱっと見ね、自分は不幸せそうに見えても、良くない点があっても、それを受け止めてみようぜっていうことなんですね。
つまり、ないものねだりをすると不幸感が生まれるわけですよ。持って生まれたものっていうのを受け止めて生きていこうぜと。変に克服しようとしないって、受け止めてみるっていうのがまず大事なんじゃないのっていうのが、まず1個目でした。ほんじゃ、また続きは今度。